もしもし、突然ですが東です。さあ今日はどなたにお電話を。マッドクールですね。課長、池添学ぶ調教師と電話つながってます。はい、池添先生。はい、あ、東です。高松の宮優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。スプリントを輝きました。まずちょっと先生、今のお気持ち聞かせてください。いや、本当馬の状態も良くて、自信持って走り出して、はいはい、結果出て良かったなという感じです。今馬の状態良かったって、香港以来でしたが、まあ、香港では、はい、どうしても勝てなかったんですが、なかなかあの時ちょっと見ると馬体重減ってたりして、調整や輸送は全く問題なかったんですよね。そうですね、本当順調にはこれいけたんですけれども、はい、やっぱり当日ちょっと馬体重減ってて、この馬のちょっと、はい、らしさっていうか浮力がちょっと欠けてたから。なるほどなるほど、はいはい、ちょっと馬場の硬さも香港あったと思うんですが、今回今パドック映ってるんですが、調教業も増えたりして、その馬体重って部分は先生気にされて、プールもやられてましたよね今回。まあ、プールも 1,2 回入れたぐらいで、ええ、はい、もう馬の動きが良かったので、もう馬体重は気にせず、あ、そこなんじゃないですか。はい、はい、まあ、しっかり、まあ、よく食べる馬なんで、しっかり食べさせてしっかり動かせば、はい、問題ないかな。あ、じゃあもうプラス18がパドックではここは問題ないという仕上がりだったと思います。はい、そして今回、まあ、天気予報もね、皆さん各馬あったと思うんですけども、やはり週末このちょっと雨という部分がある中で、はい、マッドクール少しどうですか、固めよりその柔らかさ、この馬場というのは全く不安はなかったですよね。そうですね、逆に他の馬がね、苦しがるようだったら、はい、ちょっと渋った方がいいなとは思ってたんですけど、はいはいはい、まあけど不良馬場になるとちょっと、はい、のめって走るところがあるんで、はい、はい、その辺の心配はありましたね。うん、今回スタートもちろんうまく出たら積極的に行くと先生おっしゃってました。抜群のスタート決めて、リーセジョッキー3番手からうちのポジション取りました。これはもうよし、想定通りですか。そうですね、レース前リーセとも話して、はい、本当言ってた通り の, レースしてくれました、ね。はい、そしてコーナー回って直線に向いた時に、今日、まあ、うちも結構生きてるオモババというえババで飛びてたんですが、先生、うちらち進んできますが、ここら辺のババ読み、はい、トラックバイアスどう見てましたか今日1日。いや、昨日から今日のレースも見てたんですけども、はい、意外とその内側選んだ馬も荒れずに残してるレースも結構あったので、はいはいはい、逆にもう 2番引いたので、もう変にロスなく回すっていう、一等分はやっぱり伸びるっていう風に流星も言ってたので、あ、はい、はい、そこ通ってきますって言って、うん、みんなが思ってたより外に結構流れてくれたんで、はい、本当にズバッといけたなっていう風に思います。スピードもあります。そして先生おっしゃって、やっぱこのままパワーもありますよね。はい、もうこの馬 その持ち味が生きた馬場状態でもありますし、展開でもありますし、パワーはやっぱり馬体重こんだけあるんで、やっぱすごいパワーあります。思えば4走前の信頼ステークスも道悪で、あの時も確か落雪してても突破アンデで勝ち切りましたもんね。そうですね、あのレース本当にうまくはまったレースではなかったんで、ちょっとちぐはぐな部分もあった中で落雪もして、はい、勝ったんで、はい、改めて強い馬だなと。今健常室戻ってきる、はい、打ちて改めてどうでしょう、最後直線名村くらいに詰められるときは先生声は出たんですか今日は。いや、今日一言も発してないです。周りの人によくそんな冷静で見て。本当ですか。そうだ、はい、今日はということはやはりその時々によって出たり出なかったりです。今日はそういうことだったんですね。そうです、はい、はい、最後もうちょっと直線残り50ぐらいで、あ、勝ったと思ったんですけども、急激に急激に名村が伸びたんで、ちょっとゴール切ってから分かんなかったです。まあ、まだ明け5歳で12戦ということで、流星ジョッキーはまだまだ成長上積みあると楽しみにしてますが、は
どうでしょう、来週大阪杯プラダリアカテドラル登録して来週の G1 も楽しみだと思いますが。はい、そうですね、来週使う2頭も順調ですし、はい、ドバイのドライレーでも順調に向こうついて調整できてるんで、はい、来週も楽しみが。大阪杯勝って2週連続もしもしお願いしたいんですが、来週は海外ですか先生。そうです、帰りの飛行機の中です、ね、じゃあちょっと大阪杯だからレースがちょうどちょっと香港経由で帰るんで、はい、じゃあ飛行機の中でちょうど大阪杯はちょうど香港着いた時に大阪杯走るんで見れるかどうかっていうところです。そうなんですね。じゃあ語れてももしもしはちょっと無理ですね、はい、来週今今日競馬場行けなかった視聴者の皆さん、テレビご覧になって応援してくれたファンの方たくさんいると思います。メッセージお願いします。はい、やっとというか去年ちょっと悔しい思いしたんで、はい、やっとこの馬の、ポテンシャル発揮できて G1 取れたので、まだキャリアも浅いですし、まだまだ、これから活躍してくれると思うんで、応援の方よろしくお願いします。今日はありがとうございます。またビッグレースだった時はぜひ電話の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。楽しみですね。ここからだから今日はね、緩い馬をできたって、今度また硬い馬場パンパンになってどういう走りする。はい。ただ成長あるっておっしゃってる。おっしゃってましたね。楽しみにします。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。以上もしもし突然ですが東ですのコーナーでした。